このチャンネルはただ食べて寝て自由気ままに旅をする番組です。チャンネル登録してね。アイス巡り栗山町を満喫。今回は栗山町を散策します。まず最初はアイスの家へ。メニューはソフトクリームやアイスクリーム、クレープ、ホットメニューもあります。さらにいちごパフェもあります。早速入店。栗山監督のサインがお出迎え。今回はアイスにしました。おいしいです。隣接する公園で食べました。続いてやってきたのはダリアイス。お花屋さんが隣接するお店です。お店に入っていきましょう。店内ではお花が並んでいます。栗山監督も来店。栗山満喫マップをいただきました。おすすめのお店が紹介されています。雪男の雪男と写真も撮れます。見た目も素敵なダリアアイスでした。アイス巡りの途中で立ち寄った栗の木ファームは完全休館のお知らせが出ていました。アイス巡りの最後にやってきたのはザ・北海道ファーム。ライスミルクを使用したアイスを提供。ソフトクリームや甘酒ドリンクが人気。お米や卵の販売もしています。今回オーダーしたのはパフェとドリンク。ライスフレークとブルーベリーが印象的でした。甘酒レモンスカッシュは自然な甘さと爽やかな後味が夏にぴったり。町内のスーパーでお土産を購入することができました。栗まんじゅう、とうきび餅、どこか懐かしいお土産が並んでいました。チェックしてみてください。